前回この雪国ステージをクリアしたんだけど、ここのね、鍵を取るの忘れてたね。鍵取ってミニゲームやってから次の4面に行こう。で、どうやら調べるとね、スタートしてすぐ左になんか道があるらしい。ははは、え？普通にあるし、あったな。どんなゲームだって感じだね、これ。この状態でやり直しちゃダメなの？おー、いけたいけた。クリアしなくてもええんや。じゃ、ちょっと順番逆だけど、やってこうよ。3面のミニゲーム。最後までバナナが残った人の勝ち。あー、アイスピラミッド。あれか。2面というかトロピカルでやったとこと、やったものと一緒か。うわー、このゲームのね、必勝法は、必勝法っていうほどもないか。とにかく逃げろって感じだよな、このゲーム。あるいは先手必勝。やられる前にやる。それが強い。いや、これ、あれだな、ステージの雰囲気面白いな。うやー、やられた。マジか。これなんだっけ？設置系？あ、バリアか。これ使ってれば無敵じゃん。おー、早速終わっちゃったよ。ネズミの子。名もなきネズミの子。てか、バンジョーが6か、で、コンカーが2。意外と潰し合い今回はしてくれてんな。これ、こうしてれば一生負けないな。気づいたわ。一生負けないわ、これ。このゲームの穴見つけてしまった。めっちゃ撃たれてるけど。全然効かねえ。あ、諦めたわ。今回俺のこと諦めた。やらしい設置してんな、これ。コンピューター考えてんな、しっかり。色も寄せてきてるし。真ん中に出る意味あんまりないよな。うん、バンジョーやられてんじゃん。あとコンカー1人。オッケー。任された。いたいた。見つけた。見つけたぜ！オッケー！このゲームは正直そんなに難しくない。最初のステージのあれがやばかった。卵集めが。えぐすぎた。なんか俺の知らんテクニックあるぞ、これ。やべえな、なんか知らんテクニックあるな、これ。大丈夫か？これを知らずに俺は、今後も戦っていけるのだろうかっていう、やり方がわからん。3回押すんだ、R1 を。何の意味があんの、これ。おーおー、なんか、2回転もしたわ。うおー、滝の後ろになんかある。おお、あった。ステージ4が隠される意味あるか、これ。初心者が紛れ込まないようにってこと？どれほど難しいんだろう。すごい、なんだろう。おとぎの国みたいな。そんな雰囲気。違うのか。グリーンウッド村。はあ。普通の田舎の村がテーマなんだ。ボスは誰なんだろう。騎士とかかな。こんな感じだと。ナイト。とか。村人とか。そして何も前触れなく始まったレース。まあ、最初はどんなものかと、道筋を覚えよう。もうね、結構、えぐい、ステージ出てくんじゃねえかなと思ってんだけどね。なんだって、あの、雪山より、難しいステージだからな。雪山じゃないわ、あの、トロピカルより。なかなか前のやつ抜かせねえな。ん？なんか今、道分岐しなかった？気のせい。これ、シルバーコインやばそう。なかなか敵も手強くなってるね。抜かせないわ。ちゃんと弾当てていかないと。で、バナナちゃんと取れてないんだよな。1日経って。収録ここで1日変わってるんですが。ちょっと下手になったか？あり得るぞ。くれー！ホーミング。オッケー！ホーミング当ててもでもそんなに縮まらないな、差は。まだ大丈夫。まだ1回ホーミング当てるチャンスあるからな。今なんかショートカットみたいなのあった気する。しっかりあのダッシュ板踏むときにアクセル離すとかそういうテクニックを使わないとダメなんだろうな。なかなか要求してくるね。今ミスったな俺。
押しっぱなしだったの。うわー、ダッシュ取っちゃった。まあ悪くないか、悪くないけど、どっかでこいつ詰めないとダメなんだよな。今のマグネットも取っとくべきだったな。お、やべえ、普通に負けた。むず。スタートダッシュ決めて、バナナ、バナナ。うわ、取れねえ。最初の接戦、えぐいな、ここ。フィジカル強いやつじゃないと。くぐり抜けらんねえわ。めっちゃインつく。綺麗なインついた。で、ここは多少遠回りでもいいからバナナ取って。いや、今のアイテム取れんのか。なぜだ？で、さっき全然曲がりきれなかったカーブがあるから、そこはしっかり曲がる。多分この次だな。オッケー。オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞいいぞ。で、これ、離してアクセル。うまいんじゃねえか？あー、これ行きたかった。行けた？案外、判定優しい。やっぱケツデカなんだよな、このゲーム。これここ置いといたら、相手絶対引っかかる。てか、ダッシュ使えなくする。やらしいね、DD。めっちゃドリフト大事になってくんな、これ。ドリフトって言っていいのかわかんないけど。B ボタン大事。で、ここはまだいい。ここダッシュして、いや、ちょっと早かったか。いや、ちょっと早かった。うわに、いつまでも俺の前に立ちふさがるな。いや、早いよ、君。いや、今のきっついな。あれ、どうやってくぐり抜ける？なんか相手、あのバリアって攻撃判定あんの？避けてくれるけど、いつも。ガチ接戦じゃん。もうちょっと、変なこと考えず、勝つことっていうか安定した走りを求めて。これやっぱ左に道あるよな。待て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 。待て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 。いかんよ。オッケー、危ねえ。最後の最後。やっぱあそこ曲がりきんのむずいな、あそこ。最後の、キー抜けたとこ。覚えとこ。うわ、これシルバーコイン絶対難しいやつじゃん。わかるわ。リバーパレス頼むぜ。うわー、ホバー来た。操作感変わるな。なんか、レースの、ステージの真ん中の方すごいことになってない？何あれ？どういう状態？うわー、やめろー、なんだそれ。ちょ。回転してますよ。知らんよ、そのギミック俺。打ち上げられましたけど。なるほどね。もうタイミングやべえじゃん、これ。いやー、絶対むずいステージだ、これ。当たり前のように、陸上走るな。はいはい。ミュータントタートルズが住んでそうなところを、ジャブジャブとくぐり抜け。あかん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 、もう。カオスなことになってるよ。いやー、これ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 。きっつー。誰かが当たることによって、あれ、回転してんのか。え、でも、先行めっちゃ有利やん、これ。後ろの妨害ができるっていう珍しいステージか、 DD コングにしては。えぐいステージ来たね。さすがステージ4ともなると、てかおそらくこれが最後のステージなんだよな。こっち行くか。まだ見ぬ。一緒か。なるほど、うまいことあの回転に乗れればスピードアップも狙えると。にしてもむずいけどな。3位まで巻き返したぞ。あー、今ので回転さすんか。ずる。いや、ワニお前いつまでも俺の目の前にいるな、ほんと。お、いつの間にか抜かしたぞ。最下位から、まさかの逆転。俺は正打ちに鍛えられたからな。正打ちとタコにホバーの操作は鍛えられた。木娘に触れるように、優しく優しく、操作するってことを覚えたぞ。
ていうかあいつらもこの丸太に苦戦してんだろうな。オーケー、初見1位だ。最下位からなんかうまい具合にポンポンポーンといけちゃったわ。リバパレス、いやーこれシルバーコイン絶対やべえわ。もう目に見えてるよな、やばいのが。ゴーストウッズ、いまいちステージのよくわかんないな。おとぎ話みたいなこと、そんなことない。こう真ん中に噴水がありますね。あ、この外から開始できるのはキュウリじゃねえか。バナナ盛りだくさん。マグネットか、マグネット増えたな、アイテムで。おお、ここイン着くと有利だと。ただダッシュ版あったな。え、怖い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 、ついに豚現れたやん、妨害してきたやん。でもこれってストーリー見たらさ、あのこいつらは今戦ってるこのレーサーたちは敵っていうわけじゃなくて、あの豚の侵略を防ぐために最強のレーサーを決めようぜっつって仲間内でこれ争ってるんでしょ。仲間内の争いをこれ豚が妨害してもしゃあなくない。どの道最強のレーサーは決まっちゃうんだから。まあそれが俺なんですけどね。ギリ頑張ろうぜ。やっぱバナナ取ると強えな、追い抜かれる気がしねえもんな。うー、てかいろんなとこにここ障害物置いてあるな。うわこれやらしいな、後から大変なことになっちゃう。当たり前のようにみんな鉄球まで第2段階まで貯めてんもんな、2回バルーンで。あ、これ豚別に障害物ってわけじゃないの、よくわからんよ。よくわからんが独走したぞ。この独走ができるならシルバーコインもいけるな。そしてあっさり3つクリア。もう1個は、ああこれか、風車カントリー。やっぱ田舎村、田舎町みたいな雰囲気なんか。この操作はいまいちわからんな。うわ目ついてる、レア車現れたな、ついにレア車出してきたな、本領発揮してきたな。マグネットって2個取ったらどうなるんやろ、気になる。いろいろ分岐が増えてきたから怖いんだよな。嘘でしょ、 DD 頭痛かったでしょ、大丈夫、バナナ取ってけ、大事よバナナ。ホバーが一番楽しいな、操作してて。ホバーっていうか飛行機か。暗い、うん、今ちょっと色気出したな俺、もったいないことした。え、その旗くぐり抜けれんの、ずるい、俺それ知らない。この距離マグネット効かないんか。てかアクセル離すの忘れちゃうな、ついつい。はえーて、ワニくんはえーて、君どうしたん、めっちゃ本気やん。オッケー、ちゃんとアクセル離したよ。ここでバナナをしっかり回収、妨害アイテムを取り、しっかりここでフォーミングミサイルに成長させ、当て直線で当てて行き、オッケー。あいつの落としたバナナもらえんのか、遠慮せずもらえばよかった。あ、でもこれでフォーミングミサイル第2弾止まるぞ、頼むぜ。嘘、やられた、俺がしかもやられた。待て待て、フォーミングミサイルしっかり貯めろ。敵の背中は見えてんだよな、あとはちょっとしたきっかけ。うわ、船溜まるとこだった。うわ、これ真ん中抜けずにミサイル取った方が良かったな。今更かもしれんけどバナナは集めている。で、当てるのはこんな障害物が多いところじゃなくて、しっかり直線、当たるとこで当てていく。オッケー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 、マジ？もう一回当てないとダメ？うわ、無駄打ちしやがった。待て、いける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 、うわー、マジか、ギリギリじゃねえか。なんで俺こんなゲームすげえ楽しんでんだ。めちゃめちゃレース楽しんでるぞ。あ、スタート出しきれなかった。ワニちゃん、私の前から消え去りなさい。
最初のダッシュ板はしっかり踏んで、オッケーオッケー、マグネットもキープできてる。多少抜かされても大丈夫。結局このゲーム先行逃げ切り、逃げ切った者の勝ち。オッケー。でここのバナ、もうバナナいらねえんじゃねえかっていう気もすんな。あいつら誰も取ってねえしな。これ逃げ切っちゃえ。でこのアイテムも無理して取る必要ない。ちょっとでもロスなくす走りしよう。同じ直線走ってる風に見えて、実はかなり気使って走りしてんだろうなあいつらは。でここでダッシュ取るとさらに有利じゃん。杖、あのバナナ取るべきか、あのダッシュ取るべきか、迷いどころですね。やられた、やられた、つえ、この建物つえ。何あの加速、チート使ってんじゃんこいつ、ずる。普通に曲がれたわ。なんで俺今まで曲がれなかったんだろう。オッケー、今のダッシュ使ってもよかったな。あそこにダッシュ板があるなら、ダッシュ板とアイテムがあるから。オッケーオッケー、一回抜かされても抜き返せたぞ。これができたっていう心構えは大きい。でここの失敗は許されない。これも直線、直線じゃないわ、わざわざ陸の上走る必要ないよな。海の上突っ切っていけ。で多少抜かされてもホーミングがあるけど、めっちゃ後ろの方詰まってんね。勝利の10連射、オッケー。さあこれで一応4つクリアしてボス戦だ。何が起きる、誰が待ち構えてんのこの田舎村に。やっぱナイトかな。おお、がっつりドラゴンやん。エクセレント。さあ俺様と勝負だ。もうお前が戦ってくれ、あの豚と。一番強いやつ来たやん。かわいい、トカゲじゃんトカゲ。もっとバサバサ移動するかと思ったけど、お前さ、お前さ、道徳心失ったな。ついに家族から教わらなかったんだろうな、ダメだぞっていうこと、やっちゃダメなことってこと。やっちゃダメなことを家族から教わらなかったらこうなるんだ。しかもすげえシンプルな戦い。設置物か、タコと一緒だな。ただタコに比べたらだいぶ生ぬるいと思ってたけど、タコは第二段階で進化したから。てかお前遅いな、普通に追い抜けるやん。ってことはこいつもあれか、強化された2回目がえぐいって感じか。てか曲がりづら、なんだこれ。もしかして L1 使ったら簡単に曲がれんのかな。曲がれねえわ。いやーディーディー、そのやってる暇じゃないよ。直線は割とあるから、ダッシュうまく使ったらいけんのかな。てか壁にぶつからなければまずは普通に勝てそうや。結構やらしいとか配置してくんな、その火の玉。しかもどこで止まるか分かんねえのが強えわ、吐き出した後に。今日ボスにこれホーミングあんまり有効じゃないんだ。なんかがっつり今ダメージ入らなかった。すげえなんか鈍い音がした気がしたんやけど、気のせい。俺もや、俺も聞くわ、その壁は俺に聞く。これ同じとこに入ってんのか、同じとこだなってなると。オッケーオッケー、パターン掴んだら勝てるぞ。怖っ。設置後即当たらないようにだけ気をつけよう、それが大事。
オッケー、フォーミング手に入れた。オッケーオッケーオッケー。ここも炎がなければ普通に曲がりやすい。本当本当本当、ディー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 、本当曲がりやすかった？今大丈夫？俺にはいろいろ当たってるように見えましたが、そんなことないんかな。勝利の充電車、オッケー。エクセレント、おなじみのセリフ現れたな。というわけでやっていくか。風車、まずはいきなり左とかにあるんじゃねえかなと思ってるけど、やっぱりあったね。いやむず、左行って真ん中行って、あとはここは真ん中か、意外に素直。ここはちょっとと外目に1個あって、もう半分集めちゃったよ。で真ん中に1個ある。あら、すごい素直、全然ひねることのないシンプルな配置。どうした急に。上か、ここ。オッケーオッケー、2回目上走ろう。ちょっと外れすぎちゃう、あのコイン。どこにあるんや今の。オッケー、わかった、やり直そう。一周目は無理しなくていいわ。余裕を持って大差つけてから二周目で走ればいい。スタートダッシュミスったね。まずは一周目と、一周目は前回と変わらない走りをする。逃げ切る。しっかりダッシュ板乗って、これも大丈夫。しっかり取れた。この外角のコインも取りつつ、真ん中のコインも余裕、何もせずとも取れる。で逃げ切れ、今左にあったな、滝の中に。あれ取れるか、これ上、上目上目上目。うわ取れなかった。あの滝のコインえぐない取り方。これはあ、意外に普通に取れる。オッケー、これ左側にあるでしょ。これを2周目でしっかり回収しつつ、ターボも決めていく。虹色ターボを決めて、虹色ターボを決めて、内側のバナナゲッチュ、みんな真ん中走ってる。設置アイテムで後ろの妨害をしつつ、この滝のコイン取れる、あれ。あ、意外にいける、意外にいけるが、ちょっと待て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 、余裕がない余裕がない。で最後この上の方のコインをまあゲットするんですけどね、普通はね。ただあえて最後に残すことで、最後の一周もね気を抜かず走れるというスリルを味わうことができた。いや最後までスリル残しておいてよかったわ、正解だった。というわけで1位シルバーコインも8枚ゲッチュ。さあグリーンウッド村、ここむずいからな。ここも多分先行逃げ切りがいいんだろうけど、分岐がちょいちょいあったから、まずどこにコインがあるかを確かめよう。あ、それダメか、まずコインがどこにあるか。うえー、マジ君どんなとこにあんの、あれはどう取る。うわ、しかもすげえいやらしいとこにあるな。ん、今あれは2周目だな、取れないわ。うわ、ここも外側にあんのかよ、つら。これレース勝つのがつらい気するわ。ここ絶対ここにあると思ったわ。あ、こんなでもショートカットがあったのね。でなおかつ普通の順路にもあると。いやー、これドリフト大事やな。ちょっと外側にあって、あのな、インついて、これあれか、走ろうって考えない方がいいんやな。インでドリフトはめちゃめちゃ効率悪い気する、よっぽど上手くない限り。オッケー、2段階に成長させて、
まあ、一瞬ヤブダン話しちゃったな、もったいない。マグネットいらないわ。なんか変に使っちゃって。なに今の、どういうテク、ダッシュ使ったのか。悪くない、まだまだまだ巻き返せる。ここもったいないな。ここでドリフト使うと、はいはいはい、わかったわ。うまい具合にあそこでドリフト利用すると多分いける。いやーこれダメなのか。あれもどう取るか課題だよな。外側から無理なくバナナを取りつつ曲がり、無理なく直進で取り、クイッと曲がって無理なく取ると。無理があったような気もするけど、それは勘違いで、これはマグネット回収できないのは痛いな。流れに乗ってマグミットマグネットを回収しつつあそこは行きたかった。でグッと曲がって、この曲がり具合が一番むずいな。うわ、ここがやっぱ一番むずいわ。成功するときはガッと成功するけど、失敗するときは全然ダメ。 OK で、ここはここでクイッと曲がる。でダッシュ、攻撃をアイテム取りつつアクセル離す。マジやべえやつがいたもんだ。それは聞いてないわ。クイッと曲がる。取る方法は分かった、あとは実践するだけ。指が追いつくだけ。むずいなこのゲーム、マジで。楽しいわ、なんか詰めてってる感がいい。待てよ、そんな急ぐ必要ない。あそこのバナナは、あそこのコインは。ここはなんとしてもな、マグネット欲しいんだよな。ちゃんと取れるように頑張ろう。クイッと、OK! 曲がりながら、あれ取らないでダメなんだな。いや、ちょっともう、なんか脳みそが追いついてないわ。覚えられてない、道筋を。ただ全然いけるよ、まだ。1位見えてるしね。ここはクイッと曲がりつつ回収と。マグネット取ってけ、ここの。 OKOKOK で直進になった時に使う。曲がり方で使うところやべ、学んだ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。ダッシュ版踏めなかったけどまだある。1位どんな先にいんの、やべえじゃん。1位爆走じゃん。あ、もう全部集め終わってんじゃん。オッケーオッケー、あとは潰すだけか。任せろ、得意だ。でこのマグネットは確実に回収できなかったけど、この先ホーミング難の当てがあるから、それをうまく使えば、てか普通にテクでいける。頼むぜ。オッケー、うぅ、ほんとなんか詰めてってる感が楽しいわ。何回もリトライリトライやり直して答えに詰め寄るって感じがめっちゃ楽しい。このゲーム半端ねえな、おもろ。 DD コングレーシング、マジ神ゲー。